いてて、ハンターどもに囲まれて、ボコられちまったよ。最近のハンターは過激よね。発売日がどうだの、何考えてるのかわからないぜ。なんとかならねえもんかな。あ、そういえばハンターから、狩られない秘訣があるって、聞いたことがあるわ。そんなものがあるのか。確かハンターから嫌われて、襲われなくするっていう技よ。秘訣という割には、ちょっと演出すぎなんだぜ。ほら、メモもあるから、聞いてきたらどうかしら。おう、しっかりと、学んでくるから安心して待ってな。さて、ここにはあの、頭でっかちがいるはずだが。あれ？何してるんですか、レオスさん。お前を探してたんだぜ、ボルボロス。僕をですか？今ハンターに襲われないように、いろんなモンスに秘訣を、聞いて回っているところなんだ。襲われない秘訣と言われたら、やっぱり弱点が変化する点ですかね。ほら僕ってドローマとお前と後で、弱点が違うじゃないですか。そんな皆さんご存知って感じで言われても、あんまお前と絡まないから、初めて知ったんだぜ。ひどすぎませんか？僕登場してから結構経ちますよ。とにかく体がむき出しだと、火属性が弱点なのに対して、泥をまとっている時は耐性が増加して水属性に弱くなるんです。あの泥ってお前の弱点を隠すためにつけてたのか、ただの趣味だと思ってたわ。あの泥は日差しと乾燥を防ぐための、ちゃんとしたものなんですよ。そりゃハンターにも、お裾分けのつもりで、泥を振りまく時もありますけど。やっぱ趣味だろこいつ。その泥に当たったら行動が制限されたりするんだろ。お前って動きが機敏だし結構脅威なんじゃないのか。そうですね、泥状態のハンターには割と高い頻度で追撃が当たりますよ。ノーモーションの噛みつきや突進前の急な後退などでよくハンターを翻弄していますからね。動きが速いってのはそれだけで脅威だからな。しかもハンターの動きまで制限するとなったら確かにハンターからは嫌われそうなんだぜ。くぅ、やっぱ凍土は寒いぜ。でもここには何体か、いいモンスがいんだよな。例えば俺様みたいなやつとかな。お？危なこと言うアシカ、地面から飛び出て驚かせるなよ。ところで何しに来たんだレオス？あー、ちょうどハンターに、狩られない秘訣を、聞きに回っているところなんだぜ。ならタイミングはバッチリだな、俺様の秘訣を聞いてくといいぜ。俺様の秘訣は何と言っても、氷塊をまとった状態の肉質の硬さだ。通常種とは違って地面に潜り、氷塊をまとった時点で、肉質が硬くなるんだぜ。通常種は潜ってから肉質が硬化するまで時間が必要だもんな。だが氷ってことは地上に居すぎると溶けちまうのか。その通りだぜ。だから頻繁に地面に潜って氷塊をまとうんだ。しかも潜る時間は長時間、通常種の3倍以上も潜ることもしょっちゅうなんだぜ。ハンターが痺れを切らした頃に下から突き上げる瞬間は最高だな。その手の先行攻撃に慣れていないハンターは毎回当たることになりそうだぜ。特にお気に入りなのはエリア移動をしたように見せかけ、ハンターが動いた瞬間に突き上げるあの攻撃だ。これを一度でも食らっちまえばハンターのやつすごい警戒しだすんだよ。ただのエリア移動なのに立ち止まってあたりを見回すんだぜ。超面白いよな。性格が想像の10倍カスなんだぜ。レオスもやってみるか。俺は下からお前は上からで。それ逆にハンターの怒りを買ってしばかれるオチだろ。さて、弾を取るために火山に戻ってきたが、ここにもメモのモンスがいんだよなって。この匂いは。レオスじゃないか、久しぶりだな。正直なことを言うと会いたくなかったんだぜ。だが聞きたいこともあったから、しょうがなく来たんだ。久しぶりの再会でここまで言われることってあるか？まあそんなことより、今かられない秘訣を、聞いて回ってるから、ついでに教えてほしいんだぜ。ついで扱いってマジかよ。そうだな俺がハンターに、狩られない秘訣はこの匂いだ。そんな気はしていたぜ、お前が放つ悪臭ガスを食らうと。ハンターが一部のアイテムを使えなくなるんだよな。俺の体以外にもばらまいた火薬弾からも定期的に悪臭ガスが放たれるんだ。当然爆発した時にも悪臭は出るぞ。どんだけ悪臭を放てば気が済むんだよ。本当に迷惑なモンスだなお前。でもその火薬弾は尻尾から出していたよな。通常種と同じく尻尾が切られたらその悪臭パーティーも止まるのか。いやー、種の俺は切られた後も普通に火薬弾は出せるんだ。ちょっとハンターが気の毒になってきたな。さらに俺たちの中でもさらに強い個体はローリング後の顎叩きつけても体から悪臭ガスを放てるようになるんだな。つまりローリング中の攻撃にハンターが当たると起き上がり直後にこの悪臭ガスが直撃するってわけだ。なんでそんなに臭いガスをばらまこうとするんだ。俺みたいな同じ火山にいるモンスへも配慮してくれよ。でも俺のおかげでこの火山は守られているんだぞ。現にここ数年はハンターに襲われていないからな。いや、それお前が臭くて距離を取られているだけだろ。いやー、ひどい目にあったぜ。臭さよりは寒さの方がまだマシだな。あら、レオスさんじゃない、どうしたのかしら。
き、キギネブラか、今はモンスからハンターに、狩られない秘訣を引きに回っているところなんだぜ。一番変な奴が来ちまった。狩られない秘訣ですか、私はこの柔らかい体ですかね。剣士のような近接武器を持ったハンターの攻撃が、届かない天井に張り付いて毒を吐くなど、一方的に攻撃するのが気持ちいいんです。特に首伸ばし攻撃を当てるとハンターを拘束できちゃうんですよ。あの世にも恐ろしい拘束攻撃か。あれ他のモンスも恐怖するからやめてあげてほしいんだぜ。あの拘束は最後にハンターを毒にできるから有用なんです。嘘をつくんじゃねえ。絶対趣味も兼ねた攻撃だろ。あと他にも産卵とかキモい行動が多すぎなんだよあんた。産卵は私の幼体キーギちゃんが生まれるから重要なんですよ。あの子たちってハンターの体に吸い付いて体力をじわじわと減らしてくれるんです。毒だけで十分だろ。ひどい時には卵塊を背中に産みつけ出すしさ。背中に卵塊があると剣士が私に攻撃する時に高頻度でギーギちゃんが噛みついてくれるんですよ。そんなキモい生態をよく攻撃に組み込めるな。あんたの先輩のフルフルでもそこまでひどくなかったぞ。やっぱ火山は落ち着くんだぜ。さて次のモンスはと。おう、何してんだレオス。探してたんだぜグラビモス。今ハンターから狩られなくなる秘訣とやらを聞きに回っているんだ。狩られない秘訣？思い当たるものは一応あるんだが。お、せっかくだから俺にも教えてほしいんだぜ。俺の場合は見た目通りの肉質の硬さだな。足や頭はもちろん数少ない弱点である胸や腹も部位破壊をされなければそこそこ硬いんだ。しかも腹に関しては胸が2段階で破壊されないと割れないような鍛錬をしてるからな。すげえじゃねえか。腹だけを攻撃されても部位破壊されないのはハンター目線で超うざそうなんだぜ。しかも胸は肉質が硬いだけじゃなくめちゃくちゃ緩みにくくなってんだよ。だいたいお前の4倍以上の緩みにくさだな。はぁ、俺の4倍も耐久力があるってのか。ああ、これらの仕掛けのおかげでもし俺の腹まで部位破壊しようとしたら俺の体力を半分以上削る必要があるんだぜ。とにかくだるいんだなお前との戦いは。わ、悪口？褒めてるぜ。さらにこの耐久力に加えて熱戦の火力の高さも俺の強さを後押ししてくれるんだ。お前のビームって確か地形も貫通するんだっけか。その通り、そんなビームをなぎ払うようにして放つから慌てて回避するハンターを拝められるんだ。もともとのタフさが凄まじいのに火力まであるなんてハンターの心も折れるだろうな。それにしてもビームって憧れるな。それならおちょぼ口でブレスを打ってみたらどうだ。ビームみたいな形状にワンチャンなるかもしれないぞ。ただブレスの勢いが弱くなるだけだぞ。メモによると他にも火山にモンスがいるはずなんだが。お、レオスじゃん。おお、ボルガノスじゃないか。やっぱりここにいたな。なんだ俺を探してたのか。何か用でもあるのか。そうなんだぜ。ちょうど今いろんなモンスから狩られない秘訣を聞いてるところなんだ。そうだな。俺の場合は冷えた溶岩の肉質だぜ。溶岩に潜った後に一定時間が経過すると赤熱化した溶岩が冷えて肉質がかなり硬くなるんだ。危なことると似たような生態ってわけだな。それだけじゃないんだぜ。俺の体は部位破壊をされても赤熱化をしていなければ弱点特攻ってやつが発動しないんだ。俺たちの弱いところを狙うハンターの卑劣な技だな。それが通用しないのは正直羨ましいんだぜ。しかも溶岩に浸かりながらのブレス、そこから潜っての突き上げ、さらには逃げ場のない場所で溶岩塊を降り注がせる大技など、ハンターを苦しめる技がめちゃくちゃあるんだ。しかも技後の隙も少ないから最近で俺を襲うハンターはほぼほぼ皆無なんだぜ。そりゃ戦闘能力が高い上に溶岩で肉質が硬くなるとまであれば、そう簡単にお前は挑めないだろうな。ゼウスも溶岩を体にまとわせてみたら尻尾とかも切られなくなるかもしれないぞ。その溶岩をまとったら俺飛べなくなりそうなんだが。風メモ通り砂漠までやってきたんだぜ。お久しぶりですゼウスさん。お、探してたんだぞハプルボッカ。今ハンターから狩られない秘訣を引きに回っていてな。せっかくだからお前の秘訣も教えてくれないか。僕が襲われない秘訣ですか。多分砂中に潜りすぎてるからかも。さすがのハンターさんでも砂に武器を突っ込んでまで僕を攻撃しようとはしませんからね。最近のハンターは水中にもなかなか潜らないからな。砂の中で暴れようとする気概のある奴はいないだろうぜ。それに僕の動きを止める手段は実はハンターには少ないんです。え、そうなのか。砂に潜る生態ですから当然閃光弾は効きませんし、落とし穴はもちろん痺れ罠も前足が地上に出ていないと無効化しちゃうんですよ。潜っている時に罠が効かないのは知っていたが、地上に体を出していても条件があるのか。ハンターからしたら攻撃するタイミングが少なくてイライラするだろうな。
レウスさんも砂漠に潜って、ハンターからの攻撃を、かわしてみたらどうです？俺は空を飛べるのに、潜る必要あんのか？んメモによると、ここ、領海にいるのは、お、レウスじゃねえか。ザララージャラーシュ、探してたんだぜ。今ハンターに狩られない秘訣を、聞きに回ってるんだけどさ、教えてくれないか？秘訣ってのはハンターから、嫌われる戦い方のことだな。俺の秘訣はどこからでも当たる、高精度の水ブレスだぜ。あの撥水口をばらまいて反射させる技だったな。地形や小型モンスを無視してハンターに当たるあのブレスは、見てて爽快だったんだぜ。当然俺の背中に乗ろうと、ジャンプしてきたハンターにも当たるから、次第に俺に襲いかかるハンターも減っていったんだ。背中どころか空中でも攻撃が当たるとなると、さすがのハンターでもそややる気をなくすよな。さらには後ろ足や頭の肉質の硬さもハンターが、ストレスを溜める原因にもなったと思うんだぜ。特に俺の頭はハンターどもが研ぎまくった武器でも弾くから、とんでもない嫌がらせになったんじゃないか？お前肉質まで硬かったのかよ。どこからでも当たる水ブレスをかわしながら、その硬い肉質と戦わないといけないのはまさに悪夢なんだぜ。しかも俺はこのずる賢さで恐竜の力も克服してよ。え？ってことは圧倒的な防御力と、異常な攻撃力の高さを誇るって言われる、極限状態にも慣れたのか？おうよ、ただでさえ硬い肉質が、極限化によってさらにカッチカチになったから、ハンターのヘイトは凄まじかったぜ。そりゃそうだろうな。同じモンスの俺ですら、ハンターに同情するレベルだぜ。お前の下級型のブレスも反射させてみたらどうだ？そ、空を飛び回っていた時でも、ハンターから不満が出てたのに、ブレスまでも反射させたら、暴動が起きるだろ。ここが渓流、久しぶりに来たんだぜ。次のモンスはエイト。あ、ゼウスさんだ。ドボルベルク、ちょうどいいところに来たな。実はハンターから狩られない秘訣を引きに回っているんだ。そういうわけでお前の秘訣を教えてくれ。狩られない秘訣か、僕の場合は体力の多さだよ。巨体でハンターさんからの攻撃は当たりやすいんだけど、それが気にならないほど僕は頑丈なんだ。まあその見た目で柔らかかったら詐欺みたいなもんだぜ。しかも小遊さんと同じぐらい体力があるみたいで、僕が普通に戦っているだけである程度の時間が過ぎたら、ハンターさんの方から帰ってくれるんだよ。あいつら自分から喧嘩打ってきてるのに、一定時間が過ぎるとうなだれて急に帰り出すもんな。それにしても固有と同じレベルの体力って、相当なタフさなんだぜ。そうなんだ。それにハンターさん曰く、僕の攻撃パターンが少なくて戦っていても飽きるらしいんだよ。ちょっと失礼だよね。お前の特徴的な攻撃って尻尾ごと体をぐるぐる回転させる、あの攻撃くらいか。確かに回っている時間は結構長いし、まともに戦うと疲れる気持ちもちょっとわかるんだぜ。でもハンターさんも足元で攻撃してるし、そこまで言うほど飽きるのかな？それしかできないから飽きると思うんだぜ。攻撃するチャンスは多いのに、戦っている間はずっと単調で、それどころか持ち前のタフさで全然弱らないとか、いくら頭がおかしいハンターでも耐えられないだろ。と通りで最近ハンターさんが僕を襲わないわけだ。僕は強くなりすぎたのか。いや、つまらなすぎただけだぜ。なんか往復してるうちに、凍土の寒さにも慣れてきたな。お前レウスか？こんなところに何の用なんだ？おう、人王ガーシュ、実はハンターから襲われない秘訣を、聞いて回っているところなんだぜ。なるほど、俺様に聞いたのは正解だったな。俺様の秘訣はなんといっても、形態変化時の肉質の硬さなんだぜ。お前の形態変化って、有属性エネルギーを貯めて、毛が逆立った状態だよな。そうそう、有効まとい状態ってやつだな。しかも俺様の場合通常種と違って肉質まで硬くなるんだ。まさにパワーアップって感じじゃねえか。そして何よりこの有効を俺様は移動しながら蓄積したり、蓄積時に黒い雷をハンターに落として邪魔をしたりと、簡単に有効まとい状態に形態変化できるんだぜ。蓄積するためのモーションは結構隙が多いもんな。そこを解決するとはさすがなんだぜ。もちろんそれだけじゃないぞ。有効まとい状態の俺様の攻撃はほぼ全てが有属性攻撃になるんだぜ。そして攻撃を一定以上食らったハンターは有属性やられになるんだ。有属性やられってハンターが持つ武器の属性が消えるんだよな。ただでさえお前の肉質が硬いのに、その上攻撃力まで減ったら、ハンターのやつもかなりしんどいだろうな。これに加えて食遊中断という展開してから一定時間後に、ハンターを狙う技もあって、有効まとい状態なら4つもの弾が、時間差でハンターを襲うから多分相当なストレスだったんだろうな。ここ最近はハンターに襲われなくなっちまったんだ。鬼かお前は。そりゃハンターも心が折れるんだぜ。お前も下級が時間差でハンターを襲うようにしてみたらどうだ。俺の下級には虫がいねえし、できるわけねえだろ。
次のモンスはこの水没林にいるとメモにあるんだが。お主はレウスか、久しぶりじゃな。お久しぶりです、オロミドロさん。狩られない秘訣を聞きに、いろんなところを回っているんですよ。なるほど、それでわしに話を聞きに来たというわけじゃな。わしが狩られない秘訣は、戦闘中にばらまく泥じゃ。その泥に足を取られたハンターは、移動速度が遅くなるので、戦いが有利になりますもんね。足が遅くなる以外にもわしが怒っているときは、ハンターへ持続ダメージが入るようになるんじゃ。しかも泥は広範囲にばらまいてますもんね。ハンターの嫌そうな顔が想像できますよ。そしてわしが作る泥の壁もハンターから襲われなくなる要因に繋がっているのじゃよ。オロミドロさんって地形を変えられる珍しいモンスですもんね。ハンターの奴から距離を取り、泥の壁で迷路を作ってやるんじゃ。すると奴らはまともに迷路を通らず壁を飛び越えようとするのだが、そこへすかさず泥をかけて妨害して迷路に戻してやるんじゃな。そんなことを続けていたら、次第にわしを襲うハンターは少なくなり安泰になったのじゃ。さすがのハンターでもそこまでされると恐れおののくでしょうね。そりゃそんな陰湿なモンスとは戦いたくないだろうぜ。お主も遠距離からチクチクと火球を飛ばしてたらどうじゃ。ずっと空を飛びながら下にブレスを吐き続けるとかの。それ怒りのあまり俺専用の討伐隊とかが出てきませんか。風メモによると凍土にいる残りのモンスは8。おやどうされたんですか。アクシャルダオラさん、お久しぶりです。ちょうど今狩られない秘訣を聞くため探してたんですよ。秘訣ですか。私の場合はこの異様な戦闘能力ですかね。昔の私は風圧が強い代わりに毒や閃光玉に弱いという弱点があったのですが、時が経つにつれて毒は風まといの蓄積値の減少だけ、閃光玉で能力が封じられるのは一時的な間だけといったように弱点を克服できてしまったんです。昔から強かったのにさらに強くなったんですか。それどころか私の竜巻が設置型になったこともあり、本来はそれに触れたハンターは吹き飛ぶんですよ。ただ私の風圧を無効化する対策を用意したハンターは、攻撃力のダメージが連続して襲ってくる、そんな悲劇まで起こるようになってしまったんです。もうどこを切り取っても強い要素しかないじゃないですか。というかクシャルダオラさんへの対策が逆に対策されるって、もう何がなんだかわからないですよ。そうですよね。実際ここまで強くなってしまったせいで、ハンターから挑まれることはめっきりなくなりましたよ。レウスさんも狩られたくないなら、鍛えて力をつけてはどうですか。言うのは簡単ですけども、そのレベルは絶対無理ですよ。ここがトーカー、めったに来ないから新鮮なんだぜ。おお、レウスくんだ、こんなところまで何か妖怪。山津神さん、どうも。実は今モンスの方々から狩られない秘訣を教わっているところなんです。それでここまで来たってわけだね。僕の秘訣か。多分剣士の攻撃が届かないってところなのかな。ほらここの塔って中央に穴があるからリーチが短いと、僕が攻撃した後じゃないと攻撃ができないんだよ。ハンターって武器にこだわりがあるやつも多いですから、制限されるだけでもストレスになってそうですね。そして何より僕の吸い込み攻撃の異常な火力の高さもあるね。テオテスカトル君の火炎放射の攻撃力が100なのに対して、僕の攻撃力は200と凄まじい威力があるんだよ。攻撃力が2倍ってことですか。吸い込まれたらほぼ即死だけど、僕が怒っている時はこの吸い込みを多用するから、まさに地獄絵図だね。見た目から想像できないほどパワータイプのモンスじゃん。ただそれで暴れすぎたのが良くなかったみたいで、ここ数年ハンターのシルエットすら見なくなっちゃったんだよ。さすがに吸い込み連打はハンターの心も折れちゃったみたいですね。剣士だと攻撃がターン制だし、さらにひどいことになってそうだぜ。レウス君、僕の代わりにハンターたちを吸い込んでくれないか。無茶言わないでもらえますか。メモに従って雪山まで来たが、やっぱりここは冷えるな。あれ、レウスさんじゃないですか。どうされたんですか。おう、モンスにハンターから狩られない秘訣を聞いているんだ。ぜひともお前からその秘訣を教えてほしいんだ。俺の秘訣なんて大したものじゃないですよ。強いて言うなら隙の少ない攻撃モーションぐらいですかね。サイドステップ、バックステップ、飛び込みラリアットとか、機敏な動きの技がかなり多いんです。ちょろちょろ動くだけでハンターが攻撃を外すんですよ。やっぱり動きが機敏だと攻撃を当てにくいのか。跳ね回っているだけでイライラしてそうだな。しかもステップには前モーションがほとんどない上、攻撃判定があるからかなり厄介なんですよ。移動するだけでダメージが入るのはかなり厄介そうだぜ。それ以外にもお前ってお供を呼べたんだよな。俺が切れた時に呼ぶブランゴのことですね。呼ばれたあいつらも切れてるんで、小型のモンスト侮れないんですよ。しかも怒り地の方向でハンターの動きが止まると、
ほぼ確実に俺たちの攻撃が当たるんで怒涛のラッシュを、かませられるんです。機敏な動きに厄介なお供まで、普通に戦うのもしんどそうなんだぜ。ところでブランゴって、俺のお供になってくれるのか？まあ雪山だけなら、なんとか手伝いますよ。火山に来てほしいんだぜ。俺たち雪山のモンスなんですよ。寒冷群島まで来たが、今日は寒い場所に来ることが、いつもより多い気がするんだぜ。あららレウスさんじゃない、どうされたの？おお、イソネミクニアッシュ、探したぞ。ハンターに駆られない秘訣を、お前から教えてほしいんだ。私の秘訣？そんなの機動力以外にないでしょ。お前っていつも滑るみたいに、移動しているもんな。ただ滑るだけじゃなくて、ハンターを回り込むように、移動して戦っているのよ。その上私ってば攻撃力も高いから、この動きに慣れていないハンターは、たやすく倒せちゃうのよね。動きが独特だから攻撃を当てるだけでも一苦労しそうだぜ。そこに加えて霊気の攻撃までもあるんだろ？あら詳しいじゃない、特にお気に入りなのは、口から吐いている霊気をビーム状にして投げ払う攻撃よ。この技は上空に飛ぶか、私の懐に入ってかわすぐらいしか、回避手段がないのよね。聞けば聞くほど通常時とは比べ物にならない強さだし、舐めてかかったハンターは簡単に家に帰ることになりそうだな。あなたも直線的な動きをやめて、私のくねくねとした動きを見習って、優雅に戦ってみてはどうかしら？俺がそんな動きで戦っていたらキモいだろ？アドバイスする気あるのかよ。ふう帰ってきたんだぜ。お帰りなさい、みんなの秘訣はどうだったかしら？とにかく性格が悪い、陰湿な奴が多かったな。ならちょうどよかったじゃない、彼らの動きを真似するだけで、ハンターから襲われなくなるなら、安いものなんじゃないの？嫁よ、俺が初登場して空の王者と呼ばれていた時を覚えているか？もちろんよ、あなたがブイブイ言わせてた頃ね。あの時は空を飛びすぎたせいで、ハンターたちからキレられただろ。今日会いに行った奴らの真似をしたらあの地獄が、再び起きるんじゃないのか？確かにそんな気はするわ。というかあいつらの性格が悪すぎて真似したくないんだぜ。ハンターに駆られなくなっても余計な敵を作るだけだろ。それが本音ね。